高校時代の大谷翔平のムカついたこと、洗濯機を先に使われてたことなの面白い。短気すぎるやろ。洗濯機で怒る大谷翔平、かわいいな。この頃から好きなタレント空白なの。もう大谷翔平になる準備してておもろい。嫌いなタイプの性格書かせる学校やばいな。こういう4月に学校で書かされるタイプの自己紹介テンプレに、嫌いなタイプの性格欄があるのだいぶ怖くないか。洗濯機先に使われてムカつくって、吉井も言ってた通り本当にジャイアンやな。強気と日本一の勢い好き。好きな色がパープルと、洗濯機先に使われてムカつく大谷おもろすぎる。なんか野球部の字だわ。嫌いなタイプの性格って質問がかなり難しいな。なんて書くのが正解なんや。寮で洗濯機が空いてないと30分は待たなあかんからな。好きな色紫じゃなくてパープルって言ってるところがもうアメリカ行きやん。洗濯機を使用するときは、大谷に一回確認しような。むしろ洗濯機を先に使われていたらイラッときたところに、同じ人間ってという安心感を感じたわ。やっぱりアメリカ向きの生活してるわ。大谷ってマスコミの好青年っていう宣伝が大成功してるよな。小学校の頃文武両道で、スポーツ万能でモテる人みんなこの文字だったわ。字の大きさとか、妖精なので見れません、ってわざわざ丁寧に書くところ、好感しかないわ。スターになるとこういうのも掘り返されちゃうのか。大谷翔平、完全に陽キャで最高。確かに洗濯機先に使われるのちょっとイラッとするよな。テレビリンクって、好きなタレントがいないの大谷翔平って感がすごい。今となっては自由に洗濯機使えるようになってよかったな。確かに高校生の頃はこういうことに結構ムカついてた気がする。大谷翔平も人間ってことを認識できる瞬間。高校の時から大谷翔平が出来上がってるな。